アイテム番号 SCP-1851-JP。 アラシンボ。オブジェクトクラス、ケテル。特別収容プロトコル。SCP-1851-JP はサイト内の水生昆虫収容ユニット内に収容し、1日に1回 SCP-1851-JP の生体10個体につき、3匹のヨーロッパイエコオロギを与えてください。SCP-1851-JP の幼体が収容ユニットにて発見された場合は、幼体を隔離した後、焼却処分してください。この時、収容ユニット内の SCP-1851-JP の個体数は、常に30匹程度を維持してください。新たな SCP-1851-JP 群が確認された場合は、SCP-1851-JP 群を20匹以下の群れに分散させた後に捕獲してください。捕獲の際、異常性によって地域住民の生活に影響が出た際には、カバーストーリー異常気象ゲリラ豪雨を適用させてください。説明。SCP-1851-JP はアメンボに酷似した水生昆虫です。一般的なアメンボの個体と外見と植生における相違点は存在しませんが、SCP-1851-JP は20分程度の潜水が可能です。この潜水における空気の保有のメカニズムは不明です。また、SCP-1851-JP は一般的なアメンボの個体に比べて寿命が約10倍であることが確認されています。SCP-1851-JP の異常性は、SCP-1851-JP が20匹以上の群れ以下、この群れを SCP-1851-JP 群と呼称で行動する際に発生します。SCP-1851-JP 群の異常性が発生すると、SCP-1851-JP 群の情報に雨雲などの気象を発生させます。気象の範囲は SCP-1851-JP 群の個体数と範囲、SCP-1851-JP の個体ごとの成長度合いに比例します。SCP-1851-JP は2001年10月1日に県市において県全域に雨雲が存在しない気象条件であるのにもかかわらず、市周辺のみに乱層雲が2日間継続的に存在し、風向を明らかに無視していたことに対する地域住民の通報を財団が傍受し、川に浮いて発見され収容に至りました。SCP-1851-JP 及び SCP-1851-JP 群は、主に気温が26度 C 程度の気温と無風状態を好みます。SCP-1851-JP 群が発見される2日前に、市を台風の目が通り過ぎたことから、SCP-1851-JP は、台風の目に紛れて日本に侵入した可能性が高いと考えられており、SCP-1851-JP の発生地点及び生息域の特定を急いでいます。また、近年多発する台風から、SCP-1851-JP の採集が確認されていることから、現時点において、SCP-1851-JP は、1定数の個体群が未収容の状態であると推測されています。ホイ。回収作業の際、SCP-1851-JP 群が発生させていた乱層雲が、突如積乱雲に変化し、雷雨や突風の影響で、地域住民3名と財団職員13名が死亡しました。この事例から、SCP-1851-JP 群は、異常性を用いて、周囲の気象を変化させることによって、個体数の保護を行っていると推測されています。また、SCP-1851-JP 群が捕食行動を行う際にも、異常性の発生が確認されています。事案 1851-JP。2001年12月4日、SCP-1851-JP 収容ユニット内において、SCP-1851-JP が刺激を受けていないにもかかわらず、突如、異常性により、最大風速43m/秒、中心気圧930ヘクトパスカルの台風を発生させました。その影響によりサイトが壊滅的被害を受け、SCP-1851-JP と、同サイトに収容されていた SCP
JP の収容違反を誘発させました。収容違反を起こしたオブジェクトのうち SCP-JP-SCP-JP-SCP-1851-JPK23 個体は確保されましたが、 SCP-JP はサイト跡地から500メートルほど離れた位置で死亡していることが確認されました。当時 SCP-1851-JP の異常性が発生する個体数が明確に判明しておらず、SCP-1851-JP を100個体程度ずつに隔離して収容していたことが事案 1851-JP の発生を招いたと考えられています。この事案より収容ユニット内における SCP-1851-JP を30匹ごとに維持することが追記されました。また事案 1851-JP が発生した周囲の地域でSCP-1851-JP の容体の発生が確認されました。このことから SCP-1851-JP は産卵において自身の異常性を用いることでより広域に卵を拡散させ生息域を広げる性質を持つことから、過去の台風の進路上に位置する地域およびその周囲に SCP-1851-JP が存在している恐れがあります。現在日本支部はSCP-1851-JP の存在の確保を本部や海外支部に持ちかけています。